こんにちは。ご紹介いただきました河野太郎でございます。ちょっと声が出にくくなっておりまして、聞きづらいところはお許しをいただきたいと思います。ぜひこの相模藩の皆様に赤間次郎を国政にしっかりと送り出していただきたい、改めてお願いに参りました。今日がこの総選挙最終日でございます。本当に大勢の皆様にお集まりをいただきました。ありがとうございます。ぜひ皆様のご家族、ご友人、お知り合いに今日最終日、ぜひ赤間次郎をよろしく頼む、お声を皆様のお知り合いにかけていただけると幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。本当に大勢の皆様のご協力をいただいて、日本のワクチン接種順調に進みました。本当にありがとうございます。全人口の7割を超える方にもうすでに2回接種をしていただいております。12歳未満は今対象になってませんから、12歳以上の割合で言えばもう 85% の方にワクチン接種をやっていただいております。この調子でいけば、専門家は寒くなったら第6波が来ると言ってますけども、順調にワクチン接種が進めば第6波の山を小さく抑えることができるのではないかと思っております。1月の18日から10月の4日までワクチン接種の担当大臣をやらせていただきました。私の仕事はそれぞれの自治体が一番やりやすいやり方でこの接種をやれるようにする、それが私の仕事でありました。このワクチン接種は市町村の仕事なんです。だけど市町村と一口に言っても370万人住んでる横浜市から人口190人の青ヶ島村まで人口で1万倍の差があります。北海道はワクチンやってるとき、最初の頃はまだ上着が必要な気温でした。上着を脱いでもらって、袖まくってもらってワクチンを打つ。だけど沖縄は下流市の服装をちょっとめくれば肩が出てワクチンを打つことができる。一人にかかる接種時間も北海道と沖縄では随分差があります。そういう中で一番いいやり方は、それぞれの自治体がそれぞれの自治体の一番得意な方法でワクチン接種をやってもらうことのはずだった。ところが1月の18日にワクチンの接種担当大臣になってみたら、厚労省がもういろんな通知を出して、箸の上げ下ろしまでああやれこうやれ、そういう通知を出してました。そんなこと言ったって、これだけ自治体中身違うのに同じことをやれというのはこれは無理だよね。それで3つだけやってくださいというお願いをいたしました。1つは温度管理をちゃんとやってください。ファイザーならマイナス80度、モデルナならマイナス20度。2つ目はロット番号をちゃんと記録しておいてください。3つ目はいつ誰がどこで何を打ったか、ちゃんと打った人の記録を入力してください。この3つだけやってくれたら、あとはもう自治体が好きなようにやってくれて構いません。厚労省が出した通知を無視して結構です。そういう記者会見をやりました。そしたらすぐ何人かの市長さんから電話がかかってきて、厚労省が出した通知を無視していいぞという通知を出してくれ、いやいやその通知もいらないから。それでそれぞれの自治体が得意なやり方で接種を進めていただいて、今日ここまで来ました。本当にありがとうございます。ワクチン接種が進む中で、飲み薬でコロナの治療ができる、そういう新しい薬の治験もスタートしています。多分年内には一般に使っていただけるようになるのではないかと思っています。
そして今10分から15分で検査の結果が出る抗原検査キット、これも薬局で販売されるようになりました。まだ1回の検査に何千円かかかってしまいますので、ちょっと高い。これを国が一生懸命支援して、せめて1回の検査100円ぐらいでできるようにしたいと思っています。1回の検査100円でできるようになったら、イベントや宴会の15分前に集まってもらって検査キット配って、陰性だった人は宴会に入ってください、イベントに参加してください、そういうことができるようになると思います。学校や保育園や介護施設で毎朝検査してもらえば、クラスターも防ぐことができるようになる。そうなったらコロナもインフルエンザもあんまり変わらなくなります。日本経済をしっかり前に動かしていく、経済対策をしっかりやって日本経済を再起動させていきたいと思っております。赤間次郎さんにはこの相模原のワクチン、本当にいろんな情報をいただきました。ワクチンどこがうまくいっている、どこの地域はワクチンが足らない、そういう情報をこと細かく入れていただいて、しっかりと進めることができました。この次の経済対策についても、この相模原災害対策もあれば、インフラ整備もあります。どこで何をやらなきゃいけないかということを、しっかりと地元と国をつないでいく、そのためにも赤間次郎さんが必要です。ぜひ皆様のお力を赤間次郎に賜りますよう、改めてお願い申し上げたいと思います。今回の総選挙、国全体で問われていることがいくつかあります。例えばその一つを申し上げると、今日本の防衛予算、この国を守るための防衛予算、1年間に大体大雑把に言って5兆円です。しかし隣の中国、今1年間に20兆円を超えるお金を軍備に使っています。日本の4倍以上、毎年この4倍の格差がある中で、中国は軍備をどんどん拡大し、航空自衛隊が持っている戦闘機の3倍以上の数の戦闘機をすでに保有しています。海上自衛隊が持っている船や潜水艦の数を、しのぐ数の船や潜水艦を東シナ海、南シナ海で運用しています。日本に届くミサイルも数百発、中国はすでに配備をしています。そういう軍事力の格差を背景に、今日も中国の船が尖閣諸島の周りにプレッシャーをかけに来ています。5兆円と20兆円の格差がある中で、1対1で日本と中国が向き合う、これなかなか正直厳しいものがあります。私も防衛大臣をやらせていただきました。1対1で日本と中国が軍事的に向き合うのは大変厳しい。だからこそ私たちは日米安全保障条約に基づいた日米同盟で尖閣を守り、台湾が侵略されるときに沖縄に影響が出ないように沖縄を守ろうと、それが我々の基本的な戦略です。しかし今回の総選挙、野党は共産党と連携をし、共産党と選挙協力をしています。全国で100を超える選挙区で共産党の候補者を降ろした、何もただで共産党が降りてくれたわけではありません。当然に見返りを期待されている。野党が政権を取ったら、共産党の主義主張をちゃんと入れた政権を作れ。今回の総選挙、共産党の選挙公約には明確に日米安全保障条約を破棄します、書かれています。今5兆円と20兆円の軍事力の整備の格差がある中で、日米安保条約を破棄してどうやってこの国を守ろうというんでしょうか。どうやって尖閣諸島、沖縄を守れるんでしょうか。
日米安保条約の破棄にとどまりません。その向こうには共産党の長年の主張である、自衛隊は憲法9条違反だから廃止しろ、今自衛隊を廃止してどうやって日本の領土を守れると言うんでしょう。こっちが軍備力を持たなかったら相手は同じことをしてくれる、そんなお花畑議論が通るはずがありません。そしてその先には、これも共産党が長年主張している天皇制を廃止しろ、そういう要求が首をもたげてきます。日本の国の姿形が変わってしまいます。今回の総選挙で問われているのは、そういう共産党を仲間に引き入れた野党に政権を渡すのか、それともこの国の自由と民主主義を守るために自由民主党公明党の連立政権に引き続き皆様のお力をいただいて、この国の舵取りをお任せいただけるのか、それが問われている総選挙であります。ぜひ日本の自由と民主主義を守るために、自民党公明党に、そしてこの神奈川14区赤間次郎に皆様のお力をお貸しいただきますよう改めてお願いを申し上げます。赤間次郎、相模原の発展のためだけでなく、相模原と国をつなぐ大切なパイプ役として、そして国政に赤間次郎必要であります。ぜひ皆様の変わらぬご支援を赤間次郎に賜りますよう。そして今日まだ1日ございます。ぜひ皆様のご家族に、皆様のご友人お知り合いに、赤間次郎に投票をぜひ呼びかけていただきますよう改めてお願いを申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。最後に盛大な拍手をお願いいたします。